世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一教会と政治との関わりが相次いで明らかになる中、地方自治体や地方議員と当該団体及びその関連団体との関わりについても注目されています。自治体によっては当該団体との関わりについて調査し、その結果を公表しているところもありますが、本市についてはいかがでしょうか。見解を問います。2点目は今後の対応についてお聞きいたします。これまで当該団体との関わりを持ってきたことが明らかになった自治体の中には、今後行事等に関わらない、後援名義使用を認めない、寄付は受領しない、一線を引くなどの考えを表明しているところもありますが、本市についてはいかがでしょうか。また本件を含め霊感商法に関する相談対応、カルト信者の親を持ついわゆる宗教2世を対象とした相談対応についてはどのようにお考えでしょうか。認識を問います。ご質問4項目目、旧統一教会及び関連団体との本市の関わりについてでございますが、旧統一教会やその関連団体との関わりにつきましては、他の自治体におきまして関連団体が行った行事やイベントに対して市の後援名義の許可を行った事例や、来賓として出席した事例、寄付を受け取った事例などが報道されているところでございます。本市の状況でございますが、後援名義の許可につきましては過去5年間の状況を調査した結果、許可を行った事例はございませんでした。その他他の自治体であったような事例につきましても、過去5年間の状況について全庁的に調査を行った結果、該当する事例もございませんでした。市が関与することで、団体の活動を公的に奨励しているような印象を与えること、また団体の宣伝にも利用される可能性があることから、市民の不信を招かないよう、今後も市が関与することを認めないという方針で対応してまいります。また、旧統一教会などに関する市民からの相談につきましては、今年度は現在まで相談を受けた実績はございません。なお、霊感商法に関する相談については、毎年数件ございまして、消費生活センターで対応するほか、必要に応じて弁護士職員による法律相談を案内するなど、対応を行っているところでございます。相談があった場合には、引き続き丁寧に対応してまいりたいと考えております。以上、ご理解賜りますとよろしくお願い申し上げます。